今回は、えー、ある女性を紹介したいと思います、えー、彼女の名前をあのちょっとお話ししたらあ本名は言わないでくれと言われたので仮にマーサーとしましょう彼女と出会ったのは、えー、ショッピングセンターのフードコートですで私は何て声をかけ、うん、まず彼女のルックスにびっくりしましたもう 一目立っていましたねそれでとても、えー、話しかけるにはとても勇気がいるんですけれども本当話してみたいなと思った人に、えー、声をかける外国人の方に声をかけるっていうのでこれは度胸試しというんでしょうかこういうのであの自分の英語が少しでもあの通じるってことが分かるとまた励みになります。 まず、どういうふうに声かけをしたらいいか。彼女の時はさすが私もちょっとあの勇気が必要でした。勇気が必要っていうのを英語では need college って言います。I needed c o g e to start to talk with her. 彼女と話すには勇気がいりました。そういうことです。勇気っていうのは college って言います。 えー、大学のカレッジとは違うスペルですけども「えー、Need College」。日本の方で「Excuse me」という方がいらっしゃいますが ABCDE なので「Excuse me」ですね。「Excuse me」。「Can I ask you something?」なんかちょっと質問していいですか っていう感じでスタートしました、えー。目がとても大きいんですね。で、彼女の瞳の色はブルーグレーだそうです。私こういう瞳の人初めてお会いしました。えー、まあ何人ものあの外国人の方とは接してはいますが、ブルーグレーとてとても微妙なあのニュアンスカラーというかとても綺麗な瞳をしていました。で失礼なことに。 あのカラーコンタクトって聞きましたそしたら「No, no, no, it's my real one <laughs> natural color」って言われましたで、えー、まず初めに「You look so different」「Different」っていうのは違う異なるという意味ですよね「えー、You look so different」あなたは他の人とはちょっと見た目が違うと失礼にも私は話しかけてしまいました えー、彼女はそれにはもう慣れ,慣れているらしいんですね。で日本語は話せないということで英語で話しましたが少しお話ししましたがあのとっつきにくいと思ってお話ししてたんですけれどもいやいやそんなことはなくて気遣いのできる方でしたね。でいつからこんなのはこういうふうにあのおしゃれをしているのって聞いたら「Since I was twelve」。 「since っていうのは何々いつから?」っていうので使います。「since、I、was、12. つまり12歳の頃から始めているということですね。でこれが私のスタイルということで12歳から貫いてるということです。でもパーソナリティあの性格はとても優しい感じの人でした。なので やはり人というのは話してみないとわからないものですね。え皆さんも、テカレッジ、頑張って。Thank you for watching. That's all for today. I see you later. Bye.